ウィットルフィウス的人体図ベネツィアアカデミア美術館像、レオナルド・ダ・ヴィンチ・ドローズ・ザ・ヒューマン・ボディ・カノンは、美術においては古代ギリシアの古典記を、人体表現においては、各部分の合体に対する、または、各部分相互の比率を意味した。また、宗教のカノンの意味に準じ、様々なものがカノンと呼ばれている。紀元前5世紀の彫刻家ポルクレートスは、カノンを表し、人体の理想的比率を理論的に追求した。この書物は、わずかな断片のみが、今日まで伝わっている。ポルクレートスは、実際の彫刻においても実践し、槍を持つ人がこの理論を具現化したものとして、当時の人々は、この彫刻をも、カノンと呼んだ。こちらも、今日では、ローマ時代の模刻のみが伝わるだけで、その理論の詳細は明らかでない。ローマ時代の建築家ヴィトルヴィウスは、カノンをレグラ・リガラとラテン語に訳し、人体の理想的比率を建築の原理に応用することを試みた。この理論は主にヴィトルヴィウスの書物を通じて西洋中世にも伝えられたが、再び大きな脚光を浴びたのはルネサンス期においてである。ルネサンスの芸術家は競って人体の理想的状態を研究したが、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたヴィトル・ウィウス的人体図が、その絶好の例として挙げられよう。デューラーも、また、人体の理想的比率の研究に深くのめり込んだが、ミケランジェロがこれを揶揄した逸話はよく知られている。ありがとうございます。